皆さんおはようございます。太平ガロチャンネルです。さあ今日のガロチャンネルはご覧ください。メタセコイア並木でございます。今日は滋賀県の牧野、メタセコイア並木、そして牧野サニービーチ、ご紹介します。日本最大の湖琵琶湖、そしてあの琵琶湖といったらそうですね、船寿司もいただきますよ。今日も最後までガロチャンネル見ないとチョンボですよ。放送は大阪南のたこ焼き屋よりや文在門の提供でお送りします。さあ今日の太平ガロチャンネルは滋賀県といえば琵琶湖、琵琶湖のかなり北の方、水がとてもきれいな滋賀県の高島市牧野に参ります。湖西線で牧野駅を目指しましょう。牧野にやってまいりました。京都に住んでる人は雪山教室でこの辺り、あのね、スキー合宿、合宿じゃないですよね、日帰りでスキーしたり、するんで、まあ、有名なところなんですけども、大阪だとあれですね、金剛山みたいなものですかね。ちょっとかなり琵琶湖の北の方ですけど、さあまずは小阿鼻に、日本最大の湖小阿鼻に行きたいと思います。小阿鼻が見えてまいりました。小阿鼻が業界の人が琵琶湖のことですよ。なんかわかんないですけどめっちゃ魚いますね。さすが琵琶湖のねホタルでございます。はい、見えてまいりました。こちらが、小阿鼻の、牧野サニービーチでございます。牧野サニービーチでございます。このね、浜辺がねとても水がきれいでね、いやー、これやっぱり客船に選ばれただけありますね。とてもきれいな水でございます。そして、海と違って、このお水が淡水ですから、琵琶湖ですから、ですから、なんでしょう、ベタベタしない、ですから、なかなか快適なね、海水浴じゃないですね、淡水浴を皆さん味わえるんではないでしょうか。牧野サニービーチ、綺麗なビーチでございます。この松原もね広がっておりましていいですね。琵琶湖は当然ご存知の通り日本で最大の
面積を誇る湖なんです。滋賀県の面積のおよそ6分の1を占めております。淀川水系に属する、一級河川ですね。あー、いいですね、琵琶湖。牧野サニービーチ、とっても水がきれいでございます。とてもね、琵琶湖の景色が綺麗な海岸でございますけど、水がとても綺麗なんですね。ご覧ください、この砂浜、ビューティフル。そしてあちらに見えますのが琵琶湖に浮かぶ周囲2キロの小島でございます。竹生島と言います。日本三大弁天の一つ、宝源寺さんとか、水の神を祀る神社とかありまして、とても神聖な場所でございます。竹生島でございます。はい、琵琶湖沿いにはたくさんのキャンプ場がございます。そしてもちろん、水泳だけでの、泳ぐだけでの利用もできるそうでございます。ワンちゃんが泳いでおります。いいですね、ワンちゃん。ワンちゃん専用の水泳場もあるんです。チナイ川でございます。そして琵琶湖に流れてくる川というのはおよそ450本ほどありますが、琵琶湖から流れる、川というのが1本しかない、瀬田川1本なんです。瀬田川から宇治川になって、それが淀川になるという、ですから、琵琶湖送水とかありますけども、ですから水が溜まる一方なんでございますね。近畿の水がめでございますよ、さすがに。いますね。いや、これだけたくさんいるんだから、やっぱり放流してるんでしょうね。すごくたくさんの、うわ、すごいね、すごい密ですね。
いやー、たくさんのお魚さんがいるものでございます。まあ、放流してるのか分かんないですけど、琵琶湖にはハッチンという、まあ、名物、がいまして、コアユ、ビワマス、ミゴロブナ、ホンモロコ、イサザ、ゴリ、スジエビ、ハスというね、ハッチンが、有名でございまして、まあ、しかし最近ブルーギルとかブラックバスとかね、この辺りに食われて、値段が上がって非常に希少なものとなっております。琵琶湖ハッチン。そんな中でも2号ロブナもしくは塩号ロブナを塩漬けしてご飯を詰めて発酵させた、船寿司、有名ですね。せっかくですんで後ほど、船寿司、琵琶湖の名物でございます、滋賀県の誇る、船寿司、後ほど食べてみたいと思います。うわー、すごい。なんでこんな魚たくさんいるんでしょうね。養殖してるんだと思いますけど、放流してるんだと思いますけどもね、めちゃめちゃ魚がいます。地内川ものすごくカエルの鳴き声がしておりますけど、牛ガエルですかね。お、カナブンですかね。コガネムシかな。コガネムシ、あ、落ちちゃった。いやすごいですね。もう自然がたっぷりでございます。ご覧のように自然がたっぷり、たまにはこうやって、自然のね、クーラーかかってる部屋もいいですけども、こうやって自然の中で汗をかいて汗を流してみるというのもいかがでしょうか。これ魚養殖してるところですかね。なんでしょう。うわ、田園風景が綺麗ですね。のどかでございます。いや、いいですね。そして、さっきから鳴いております。シギですか？サギですか？これすごいな、これ。クルミじゃないですかね。すごいな、これ。こういう何の気ないその農業用水にもご覧ください。こんなに魚が、もうね、都会に住んでると魚に飢えますからね、本当に。すごいな。はい、この地内川沿いをテクテクと歩いてまいります。牧野高原の方に向かっていきますと、あの有名なメタセコイア並木があるんです。お、見えてきましたね。あれかな、あれがメタセコイア並木ですかね。うわ、本当に一列に直列並んでますね。やっぱり暴風林ですね。こう高い山から吹いてくる風から、なんか田んぼとかを守るようなそんな感じの防風林という感じのメタセコイア並木が見えておりますね。これじゃないみたいですね。もうちょっと歩くみたいです。で、すごいお米ができてますね。大見舞いですね。いいですね、このなんか稲の匂いがするんですよ。お米の匂い、いいね。はい、このどこかで見たことがあるこの飛び出し坊や、これなんと滋賀県発祥なんですね。滋賀県がこの飛び出し坊や、この、飛び出し坊やが一番設置されているそうです。いやー、なんか味あるわ。
飛び出し坊や。でもこれ飛び出し坊やというか飛び出さない坊やですよね。すごい日暮らしですかね。すごいすごいすごい寂しい音です。なんか夏が終わりみたいな音がすごいですね。牧野高原のメタセコイア並木だそうです。まっすぐ伸びる道路にメタセコイアがずらり500本並んでいます。このメタセコイア並木、季節ごとに表情が変わるんです。冬雪が積もった景色、そして秋紅葉した景色もなかなかの絶景です。この県道287号線沿いに 2.4km 続くこの道、メタセコイアというのは1946年まで絶滅したと思われていたんです。日本紅葉の名所100選に選ばれたメタセコイア並木になったのは昭和56年、ここに植えられた防風林、これが和名あけぼの杉と言われるこのメタセコイア並木。はい、このメタセコイア並木の、ね、すぐ脇にはブドウ園とかね、栗園とかね、果物がたくさん、果樹園があります。このメタセコイア並木道沿いにあるのは観光果樹園牧野ピックランド、こちらの果樹園で、夏はブルーベリーやブドウなど大地の恵みを受けた旬の果物狩りが楽しめるんです。そして秋は栗なんでしょうね。そしてさくらんぼはもう季節終わったような感じですけども、こちらの牧野ピックランド、フルーツ狩りなどはいかがでしょうか。これがメタセコイア並木です。1946年にもう、ね、絶滅したと言われていた、メタセコイアが、あ、これメタセコイアと発見されたわけですね。そして、日本政府がもらい受けた、このメタセコイアの苗を、昭和56年に、この、ね、県道沿いに防風林としてまっすぐ植林したわけです。ご覧のようにずらっと、そのおかげでこういった風に綺麗に、メタセコイア並木として今では
ね、有名な場所として、この名を馳せているわけです。美しい景色、牧野高原へ続くメタセコイア並木です。これ、最長110メートル以上の、メタセコイア、巨大な木もあったそうですけども、まあ、大体25メートル以上の、メタセコイアがここに並んで植えられております。こちらは2019年4月に牧野ビッグランドの中にオープンしたカフェ。メタセコイア並木を眺めながらスイーツをいただけるという、とてつもなく、絶景を望める店内、でいただく美味しいコーヒーはいかがでしょうか。そして店頭では高島にあるジャム専門店の、無添加無加水のジャムも販売しているそうです。爽快なドライブに、ぜひ、足を運んでみてはいかがでしょうか。はい、牧野ビッグランドでございます。さあ、そして、バスに乗って牧野駅の方に向かいましょう。バスがね、1時間にこれ1本しかないんですね。これはバスの時間よく見ましょう。おお、来た来た。時間通り来るもんですね、やっぱり。このコミュニティバスはどこまで乗っても220円です、少し遠回りしますが、牧野高原のさまざまな温泉施設に、立ち寄ってくれるので、アウトドアで汗をかいた後は温泉ですっきりされてはいかがでしょうか。やはり琵琶湖といったら船寿司です。魚路 JR 牧野駅前店さんにお邪魔してお試し船寿司を買って帰りましょう。さあ、魚路牧野駅前さん店さんで船寿司を買ってまいりました。ちょっと1時間に1本しか電車がないんで、それでもね、店の中でね、船寿司茶漬けというのはいただけるそうでございますけども、ちょっとね時間がないので、ね、これ電車の中で食べれないでしょうね。これ開けたらすごい匂いすると思います。
さあやっぱり滋賀県といえば船寿司でしょう。船寿司はニゴロブナ、そしてゲンゴロブナの、お魚を塩漬けして、そして、また塩抜きして、ご飯を詰めて、お腹の中にご飯を詰めて発酵させて、発酵独特の匂いがするという、慣れ寿司の一種でございます。はい、魚地さんで買ってまいりましたお試し船寿司、このサイズで、1800円の消費税、1944円、2000円のお釣りがきます。ね、これ開けて食べてみたいですけど、どんな匂いがするのか。独特の、発酵臭がするそうなんですけども、チーズみたいなもん、古いチーズみたいな感じですね、こういう説明書もあります。もともと海津に本店があるそうです。いい塩を使い、そしてうまい米を使い、そして、乳酸菌の発酵によって、独特の香りがするそうです。そして、魚地さんで、お茶漬け、船寿司茶漬けがいただけたそうなんですけども、1時間に1本しか電車ありませんので、電車乗り遅れると1時間待たなければいけませんので、残念ながらこのね、うちに持ち帰ってということになります。途中で、電車の中で食べるにもとてもすごい匂いがすると思えるとても無理だと思いますので、船寿司を食べる動画というのはまた別の動画にあげましょうかね。もったいないんでね。というわけで、牧野でございました。牧野サニービーチ琵琶湖、そして、牧野高原メタセコイア並木、いかがだったでしょうか。太平洋ガローチャンネル、またお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。船寿司。滋賀県近江で採れた米、そして滋賀県琵琶湖で採れたウナ、これは滋賀県の誇る名産品も、大地が誇る、日本の誇る船寿司、素晴らしい食文化だと思います。まだ食べてないんですけど登録してね。